ですよと。で、信頼関係っていうのはね、じゃあどうやって作っていくのと。信頼関係で一体何よと。信頼関係ってどうしたらできる、どうしたらできるでしょうかね、信頼関係っていうのはね、これ結構大きなテーマだと思うんですけど、信頼関係は自分のことを認めさせるとできますか、それとも相手のことを認めたらできますか、どっちでしょう。そうですね、相手のことを理解したらできるわけです。さあ頭では分かってますけれども、例えば嫁と姑と、ね、ものすごい短いですね。嫁との嫁と姑の問題で価値観が違うところでお互いガッチンガッチンになって揉めるみたいなね、夫婦喧嘩とかね、結局ここでしょ、自分のことを理解させようと思って喧嘩するというね、もう数々の男性軍がですねチャレンジをしてきました。どうやってこの妻に分からさせようか、ことごとく敗北してますね。相手を変えよう変えようと何十年戦ってきた、でも相手は変わらなかったみたいなね、結局自分が変わらないと何も変わらないというですね、極めて実は今ですね、あのなんか子育てとか夫婦間のなんとかとか、まあ、そういうのに近づいてるんですよ、企業の中の教育も。実はだから昔はトレーナーって言われてた人たちが今メンターっていうね、変わってきてるでしょ、ね、ティーチングがコーチングに変わってきてるっていう、そういうふうにですね、今はどっちかというとどん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 その家庭的な教育に変わってきてるという、つまり理解することが大事なんですよと。お互いですね、理解させようとすると何が起きるかっていうと戦争が起きますね。ところがお互いが理解しようとすると何が起きるかというと融和が起きます。お互い共鳴し合うとですね、こんなことが起きるんですよということです。不満を聞いたらどうする、どうしますか、皆さん不満を聞いたら。そういうもの嫌ですよね、不満を言う。だから特に社長なんかね、なんかこう社員のことでもなんか何でもいいけど不満言われたら、なんか自分のこと自分を言われてるような気分になって、そして正当化したり正したり、ね、誘導したり、ね、なんかするでしょ、ついつい、ね、はい。じゃあ聞きます、不満とはいいことですか悪いことですか、どっちでしょう、どっちだと思います、不満ってどっち、いいことも悪いことで、ね、実は不満とはいいことなんですね、実は。なぜならば不満の前提にあるのはみんな自分が正しいと思ってます、そこから発生するんです。だから喧嘩の仲裁に入るとお互い正しいんです、でしょ、みんな自分が正しいと思ってます。 ここですね、ここを分かっておいてください。まずここはですね、そもそもに置いておいてください。みんな自分が正しいと思ってるんですよっていうところにそもそも置いておいてください。で、話を進めていくと分かりやすいです。不満はどこから生まれているのと。不満は。実はですね、何かですね、問題があって、それを良くしたいと思った時に不満が起きるんですよ。そうでしょ？例えば、会社を良くしたいと思って社長のところに歩み寄るんです、スタッフが。そしてね、ここをここをこうした方がいいと思うんですって。でもあの人がですね、全然いいこと聞かないんですよとかとこう言う。すると、皆さんのアクションはどうしますか？この人の言ってることもまあ正しかったけど、実はこの人のやってることも正しい。そういう時どうしますか皆さん。まず最初に。どうします？はい、ここはですね、そもそもです。その人は正しいと思っているんです。さあ、その人はどうしたかったかです。この人が悪いって言いたかったのか。はい、ここはですね、その人はこの会社をもっと良くしたいと思っているんです。だからその行為を受け取ることが先なんです。ありがとうって、すごいなと。そこに気づいたかと。とかね。うわ、ありがたいなと。
いや俺も同じ悩みやったら、いや共感してる人間を見てくれてありがたいと、でしょ、受け取る、するとその人は認められましたか、認められてませんか、認められたんです。そしてその不満は解消しますか、しませんか、解消するんです、ね、つまりこういうことなんですね。問題を良くしたいと思っているのか、しかし良くならなかったらこれが不満に変わるわけです。マイナスにフォーカスしていくという、ね、もうちょっと分かりやすく言いますね。良くしたいと思った時うまくいかないと実は不満が起きるんですよということです、ね、で問題解決したいことが実は原因です。ところが言うことを聞かない人が出てくるとこれが悪化です、ね、ところが人間というのはさっき言ったようにうまくいってないことが意識奪われますから、当然表現の仕方としては悪いことで表現してしまうんです。本当はこっちだったんです。ところが表現の仕方としてこっちになってるだけです。だからこっちで同調しちゃいけないんです、ね、向こうは良くしたいと思っているプラスにフォーカス、つまり皆様がプラスにフォーカスすると良くなります。ところが皆様がその話を聞いてマイナスにフォーカスすると悪くなります。例えばスタッフの悪口を言ったとしましょう。何と、あいつはそんな男だったのかと言った時点であなたはマイナスにフォーカスします。じゃなくてあいつが悪いと、じゃああなたはどうしたかったと、あ、なるほどそうしたかったの、じゃあこれちょっと一緒に取り